たたずまい。案内してもらうと、そこは学校というイメージからはかけ離れたことばかり。Tentang sekolah yang ada di Bali, Green School. Masuk TV di Jepang. これ外国人がいっぱいだよ、お父さんここに学校して。インターナショナルスクールみたいな。ガラス窓もありません。バスケットのゴールポストまで竹の手作り。すごい、こんなの初めて見た。2008年、バリのジャングルの中に誕生した、その名もグリーンスクール。ゆうちゃん、ここに行かせようか。幼稚園から小学校、中学校、高校まであり。3歳から18歳まで430人が学ぶ私立の学校です。日本から入学してきた子どもたちも。おー、オランジャパン18オラン。すんなん。すんなん、かたやすこらですよと。ada di tengah hutan, terus nggak ada ruang pembatas, enak katanya, terasa banget ada di alam. Cuman sering kegigit nyamuk katanya. おお。授業が始まりました。冷房はないものの風通しがよく熱帯の暑さを忘れます。おしゃれだね。壁がないことで今急に風が吹いてきたんで。皆さん、salah satu artis Jepang。Semua pelajaran dengan bahasa Inggris. Oh, dari India. Dari Amerika. なぜこの学校が最先端と言われているのでしょう。その秘密は14歳以上が学ぶこの校舎の中にありました。先ほどと同じく中は裸足で、階段ももちろん竹。気持ちいい。とミキさんが目にしたのは奇妙な光景。生徒たちが昼寝。実は生徒たちは素潜りができるように呼吸法の訓練をしているんだ。実習に向け安全のため生徒たちが考えた授業でした。おお、belajar supaya bisa menyelam。バリの海を守るため、サンゴ礁を復活させるプロジェクトを進めています。Untuk menjaga karang laut di Bali. Jadi mereka belajar menyelam. Amerika から来たチェイトン君を中心に人工的なサンゴ礁を作るというプロジェクトを立ち上げました。サンゴ礁を復活させるその活動が授業になったのです。Jadi pelajaran dalam sekolah ini katanya. この末に作ったのは突起の多いいくつものコンクリートの塊。それを海まで運んで海底に沈め、サンゴを根付かせようというのです。素潜りのトレーニングはそのためでした。このプロジェクトを通して、生徒たちは海の知識だけではなく、さまざまなスキルも身につけていくのです。究極だな、これ。僕らはこのプロジェクトで、科学だけでなく、情報を発信する英語力なども学んでいます。
じ勉強でもクリエイティブで体験的に学んでいるんです。タイもあるんだね、バリ島で。大自然の中、自分たちで考え体験し答えを見つけ出す教育、先生の役割も日本とは全然違います。グリーンスクールの先生たちは世界各地から集まったさまざまな経歴を持つスペシャリスト。生徒たちが興味を持ったことに対してどんな風に調べればいいのか、誰にコンタクトを取ればいいかなど適切にアドバイスをします。この環境で今学校最大のプロジェクトに取り組んでいるのがスペイン出身のミケール君14歳。おー、あれ、アナダリスパニョは進んでいました。わー、全校生徒がこれを作るのを手伝ってくれています。すごい、自分たち。それはエネルギー問題に取り組む新発想。